ラハノ滝。ラハノ滝とは、南アメリカ大陸の南西部を太平洋の方向へと流れるラハ川に存在する幕府である。なお、行政区分では、地理共和国のビオビオ州に属する。東の二つの滝の航空写真。ラハノ滝は、ラハ川に存在する滝である。この滝の、おおよその位置は、南位37度12分56秒。 整形72度23分で0秒付近である。ラハの滝は大きく分けて4つの滝が並んだ状態になっている。この4つの滝はいずれもラハ側の水が流れ落ちて形成されているものである。これら4つの滝を合わせたラハの滝全体の幅はおおよそ455メートルに及ぶ。ただし、落差は4つの滝が全て同じというわけではなく、 4つの滝の中で最も東に位置する滝の落差が約35メートルと最大であるのに対し西に位置する滝の落差は20メートル程度しかない。なお、ラハ川はラハの滝より下流側では狭い峡谷を形成している。ラハの滝はラハ川の水の新たな利用計画によって消滅の危機に陥ったことがある。1984年にラハの滝よりも 上流からラハガーの水を、私企業が水路を新設して北方に流し、その水を水力発電に利用する計画が持ち上がった。この計画には反対運動も起こり、計画差し止めのための訴訟も起こされたものの、地理の最高裁判所は反対派の訴えを知り添けてしまった。この最高裁判所の判決によって、この市企業の計画は実現に向けて前進した。しかしながら、 その後の政治の場での議論などの結果、この計画は断念され、実現しなかった。ラハの滝のそばには、パンアメリカンハイウェイの視線が通っている。この滝が位置するのは、チジャンとロスアンヘルスとの間の区間である。そして、この滝の周辺は、観光地化されている。なお、パンアメリカンハイウェイ本線は、チリのサンティアゴ付近で東に折れて、 アルゼンチンのブエノスアイレスへと向かっている。したがって、このラハの滝のある場所は、本線からはかなり外れた場所にあたる。ラーハホールズワンダーマンドのサイトより、ハットバウエル、カール J H T、http コロンスラッシュスラッシュ www.rff.org スラッシュ rff スラッシュ rff プレスカスタンブックピッチス。 セイレーンソング CFM ザ・セイレーンソング、チリアン・ウォーター,ロー,ーズ・ロアズ A モデル・フォー・インターナショナル・リフォーム P100-P103 リソーシズ・フォー・ザ・フューチャー。ありがとうございます。